あれ。いけない、寝ちゃってたんだ。もうやっと起きた。ほらココア入れておいたからゆっくり飲んで。体冷えたでしょ。さすがシーザリオ、ありがとう。いただきます。あったまった。よかった。それで新年最初の日向ぼっこは堪能できた？うん、バッチリ。1年に一度の贅沢だよね。初日の出で日向ぼっこしてうとうと、しかもシーザリオのココアがお供。そこまでセットなの？嬉しいけど。クラフト、本当に日向ぼっこが好きだよね。でもそろそろ着替えて準備した方がいいかも。初詣の時間に遅れちゃうよ。あ、そうだった。一旦お部屋に戻るね。シーザリオは校門で待ってて。もうみんなちゃんとついてこられてる？聞こえたら返事して。今のところはなんとか。人だかりやばい。さっきおしくらまんじゅう状態になった時は食べてきたおせち全部出るかと思いました。進言します。観察したところ、右方の混雑はやや緩和気味。参拝列の形成はまだ先ですから、今のうちに移動すべきかと。また参拝後に即合流できるよう集合場所を設定しましょう。ご神木そばでしたら見つけやすいかと考えます。そうっすね。いやスイッチオンの時のシーザリオキビキビしててマジ頼りになるっす。ちょっと長いわよ、後ろがつっかえるでしょ。ほら行きましょう。えへへ、自主トレのお付き合いありがとうございます。今年からクラシック級なんだって考えたらそわそわしちゃって。先輩方にも感謝申し上げます。今年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いできますと幸いです。あ、いえいえ。っていうか後輩二人が走るって言ってるのに、先輩の私がじゃあ帰りますとは言えないっていうか。バカ、あんたバカ。そこは嘘でもやる気になったからって言うんすよ。あー、いや嘘じゃないっすけどね。まあともかく殊勝な心がけだと思うわよ。一生に一度しか出るチャンスのないレースも多い。クラシック級は特別な一年だもの。そういえば二人とも、まずはどのレースを目標にするかもう考えているの？桜花賞です。そうだよね。私もシーザリオもトリプルティアラ路線志望。ああ、初めから決めていたことだ。桜花賞、オークス、秋華賞からなるこの路線で私は賭ける。トリプルティアラ路線の馬娘たちは強さのみならず、その華やかさ麗しさでもってレースの世界を彩ってきた。これまでも多くの観客たちも、そして馬娘たちもその走りに魅了され、ティアラをいただくことを夢見てきたのだ。私はその歴史に連なる一人の馬娘となりたい。それにトリプルティアラ路線で結果を残した馬娘たちは
その多くが引退後は後進の育成に従事し、未来をつないでいます。まだ漠然とした夢ですが、私もいつかはそういった指導に関わりたいと思っていますので、私にとってはトリプルティアラ路線で結果を残すことこそが最初から心に決めていた夢だったんです。路線でもティアラ路線でも強い馬娘は強い、そう言っていた馬娘を知ってます。私もそう思ってます。ずっとティアラに憧れてずっと見てきたからこそ、あそこにある熱狂は感動は走る馬娘たちの強さは、何にも劣ったりなんかしてないって私知ってます。だから私はトリプルティアラ路線に進みます。そして三冠路線の馬娘たちにも負けない力をつけます。私を進ませてくれた、私にたくさんの憧れをくれたティアラの先輩たち、その価値を強さを証明するためにも、こうしてまた二人か。考えてみれば不思議なものだ。注目度がより高いのは三冠路線、そして夢の頂点と呼ばれるレースはやはり日本ダービーにもかかわらず、毎年必ず、しかも多数、ああいった子たちが現れる。三冠よりもダービーの栄光よりもティアラを望む子たちが、だがあの舞台でしか、あの場所でしか残せぬもの、つなげぬもの、描けぬラインがティアラにはある。故にこそ今年もまた華麗にして苛烈なるティアラの舞台が幕を開けるのだろう。さてラインクラフト、そしてシーザリオ、お前たちはあの美しき戦場で何を描く？